まだ行ってない。マーガレット、開けてくれ。もう一人いた。はいはい。あら、まだ子供じゃないの。そうだな。もう一人の方は寝てるわ、かわいそうに。寝かしておこう。ここに数日いれば町まで連れて行けるだろう。ゾイ、ランドリーから綺麗な服を取ってきてちょうだい。ああ、きっと船のオイルか何かで汚れちゃったのね。着替えさせて、暖かいベッドで寝かせてあげて。ルーカスの昔の部屋がいいわ。嘘だろ、別の部屋にしてくれよ。ルーカス、静かにしろ。もう使ってない部屋だろ。民宿をやるのが夢だった。夢が叶ってよかったわね。寝かせて、スープを温めるわ。今度はスープが美味しいわよ。子供部屋に運んだ。この子をきれいにして服を着せてやってくれ。ボートハウスを見てくる。半分沈んでたからな。分かった。いい子だね。きれいにしてあげる。みんなもらった。何？あの子からの贈り物だ。こっちへ来て、あの子が私にくれた可愛い。Thank you.
なもんじゃまだ終わらんぞ。綺麗好きはいいことだ。俺がお前の母さんを綺麗にしてやるからあの子への愛情を見せてやる。愛情を見せろとあの子は言ってた。あの子をがっかりさせたくないだろう。それは良くない。あの子って誰なの？お前の妹のエヴリンだよ。ロープを持ってくるのに一体いつまでかかってる。父さん、どうしちゃったの？起きたみたいだな。まずいコーヒーの匂いで目を覚ませよ。動かす。大丈夫かい？昨日の夜は嵐でみんな大騒ぎだったからね。大丈夫。でもすっごく変な夢を見てた気がする。小さい女の子が。朝ごはんを食べ終わったらルーカスを連れて嵐の被害がないか調べてくる。お前たちも家の周りをかぶ。それはいいアイデアね。前のハリケーン覚えてる？最初は被害が少なくても次に雨が降ったら大変なことになったんだから。